はい、今日はしゃぶしゃぶです。ですね、今回はお肉を提供していただきましたので、それを食べます。これはね、有限会社細屋さんの細屋丸豚、こういうパンフレットまであります、もらいました。まあ、こんなとても厚いしっかりしたパンフレットも作って、直売通販もしてるんだよね。確かにこれさ、値段があったもん。あ、そうそう、購入も群馬県の渋川市の、養豚場さんがやってる丸豚っていう豚ですね。概要欄の方にそこのホームページとか書いておきますので、ぜひよかったらご利用ください。私食べたことないんで、今回は丸豚のバラしゃぶと肩ロースのしゃぶしゃぶ用いただきました。はい、食べてみます。はい、ラッピングの取ってみました。これ肩ロースしゃぶしゃぶ肉で、色味が伝わってるかどうかうちの伝統 で今はバラは少し大きめなんでスライスしたカットしてもらってます。肩ロースいきます。大きいのかな。あ、大丈夫、ちょうどいいサイズだ。はい、豚肉はさ、スースースってこう何揺らすぐらいじゃダメだからね。ちょっと泳がさないとね。ちょっとじゃあ人数分4枚入れてみます。何映ってないよ。映ってんじゃん。端っこ切ってやるから。まずさあ、ただこのまんま、うん、何もつけずに、うん、あんまりだってそれで食ったことないからわかんない。普通にポン酢でいただきます。ポン酢だけの味になっちゃうよ。うん。やらけえな。肩ロースでうまい、やっこいといいかもな。もう変な筋張った感じはないし。で、さあ、そんなにべらぼう薄いってわけじゃないんだよ、カットはね。よくあるの、剥がれないほどさ薄いような肉のカットの仕方するけど、このぐらいあった方が歯ごたえがしっかりしていいかもしれない。まあうちでこの間の肉祭りやった肉なんかは臭くなかったけど、これはより臭くないかもしれない。うん。肩でここまで臭みのないのも珍しいな。で柔らかい。誰でも食える。豚肉ダメな人でも食えるよこれ。そう、アクもね少なめだよね。だってあの本当に悪いお肉だと、もうこの今の4枚入れたぐらいで、4枚8枚かこれで、ここの上がもう見えないぐらいアクが出ることもあるけど、ほとんどアク取りしなくてもこれならいけんじゃないかな、最後の方まで。この、まあこれが若干、うん、出るけど、まあこの程度はどの肉でも出るからね。だからこのアクの出ない肉の方が臭みも、少ないし、だからしゃぶしゃぶでやってみるのが一番肉の良し悪しは分かるかもしれないね。バラ薄い、これは薄いな、カットが。
スライスがきっちり入ってるから、うん、全然ほぐれないんで、うん、いいよ、うん、欲しいときたい、欲しいので豚もそうだけど、やっぱり餌の質、あ、すぐ大麦マヨ、うん、豚が元気に育つのはもちろんなんだけど、美味しくなるにはやっぱり餌の質が大事だよ、うん、安いというか、悪い餌で育てりゃ悪いなりの味がするんだろうし、環境が悪ければまた環境が悪いなりの味がするんだろうし、だからこれがうまいってことは環境もいいし餌も合ってるし、まあ餌が合ってるか合ってないかって言わないな、そこんちの豚に。さて、バラできた、うん、はい、バラいきます。バラの方が本当なら臭みが分かるかな、うん、うん、いくらでも食える大丈夫です、大丈夫です、とりあえずなんだけど人の肉食っといてダメだってのもないんだけど、私もともと臭みのある肉は全然食べれないんですよ、特に、まあ、輸入肉の方が臭みが少ないっていうのもあるんだけれど、国産で銘柄歌ってても臭い肉っていくらでもあるんで、自分で選んで豚肉買うしかないんですけど、ブランドだから美味しいとかってこともそうそうないんで、特にこうコマーシャルがしっかりしてるからうまいやとかってこともないんで、自分で見つけるしかないんですよ。なんだこうやって名前が、特に今回この丸豚って名前ですけど、名前のついてるものは逆に言えば親切、判別の元になるん でこうやって丸豚っていう豚を一回買ったら美味しかった、だから次も買ってみようってことになるんで、特にね、農場さんがいっぱい数のある銘柄、大きい銘柄っていうのは自分はあんまし好きではないというかな、農場さんの数があるってことは飼ってる人が多いってことなんで、そうするとそこの人の品質レベルがこう波があると、今日は美味しい人のお肉だったけど今日は外れの人のお肉に当たっちゃったってことがあって、同じ味がレベルが揃わないだけど、小さいブランド、特にこの丸豚なんてここんちがやってるだけだろ、一軒だけだろ、ってことは丸豚が美味しければずっとここの美味しい味が続くわけですよ。でその代わり美味しくないとなると、名前をつけちゃった都合、ここんちのお肉美味しくないんだよねってなっちゃうとずっと美味しくない、逆にブランドをやったことがマイナスになるんだけど、はい、これはおすすめです、はい、もう一度概要欄の方にちゃんと打っときますんで、そちらご覧になってください。はい、じゃあもうこの辺でお肉食べます、ビール飲んで、はい、ごちそうさまでした、はい、今回丸豚の回でした。終わり。